下り線南城スマート愛 c 南城 SA 標識南城サービスエリアは、福井県南城郡南越前町、牧谷並びに、道町上野にある、北陸自動車道のサービスエリアである、南城スマートインターチェンジを併設する。当期のチェーン規制の際には、米原方面に向かう、全車両が同 SA 内に誘導され、チェーンあるいはスタッドレスタイヤの装着の有無をチェック、される。 上り線側エリアが2014年7月17日午前9時にグランドオープンした。2005年12月17日から社会実験が行われた結果、2009年4月1日に南上スマートインターチェンジとして高級化している。時間及び車種限定で ETC 装着車両の新潟中央方面との出入りが可能となり、2010年3月28日には、 前原方面で入り口及び体質展開路を共用するとともに全長12メートル以下の ETC 車両すべての利用が可能になった。国道365号南上駅入り口交差点から福井県道203号池田南上線とちょうどを経由するアクセス道路がある。スマート IC とサービスエリアの施設は同時に利用できない構造で、 ランプウェイはそのまま本線に接続している。2018年3月28日より、利用可能時間帯が24時間に拡大された。南越前町は2019年、南城サービスエリアの堀線に隣接する北側に、地域振興施設の整備を発表した。道町では、この施設と公園を一体で整備し、道の駅としての整備を進めている。名称は公募で選ばれ、 道の駅南越前山帰りとして2021年10月8日のオープンを予定している。AB、スマートインターチェンジ会通貨省、国土交通省道路局。2021年1月23日閲覧。令和元年堺市統計年報交通通信。堺市情報企画課。2020年10月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年5月9日閲覧。平成30年福井県統計年間交通、通信。福井県地域戦略部統計情報課。2021年1月23日閲覧。北陸自動車道南城サービスエリア7月17日。グランドオープン中日本高速道路。中日本エクシス2014年7月11日付。ハット AB。 次の給油所160キロ先高速道路、全線開通思わぬ余波。神戸新聞 NEXT。2021年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年1月24日閲覧。ABCDEFG、六津星観光プロジェクト第2回 NEXT 古中日本。金沢支社商談会の開催について。北国銀行。 2020年5月18日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年3月2日閲覧堺市にスターバックスが初出店へ福井県内発展一歩目9月オープン予定福井新聞オンラインオリジナルの2019年6月8日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/.web/.2019-0608030938/.https://fukui w w w shimbun.co.jp/.articles/.8694162020 年10月27日閲覧 高速 SA の大人様ランチがすごい。一食3722キロカロリー。誰が食べるのか。乗り物ニュース。https コロンスラッシュスラッシュ trafficnews.jp スラッシュポストスラッシュ869582020年10月27日閲覧。3722キロカロリーの 大人様ランチ揚げ物全部載せ南條 sa の名物が話題にウィズニス https。ウィズニスドット jp アーティクル f h 000 000 000 000 000 000 000 000 9 0 6 1 9 0 0 4 9 9 0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  スマートインターチェンジの社会実験社会実験から本格導入へ。一般財団法人道路新産業開発機構。2017年9月16日閲覧。南上 SA スマート IC 社会実験。南エッジ全庁。2017年9月16日閲覧。E8 北陸道南上スマート IC が24時間。 ご利用いただけます。2018年3月28日午前6時より、南越前町、中日本高速道路株式会社、2018年3月2日閲覧。南城 SAA に、直結の観光複合施設北陸道、南越前町が建設へ、福井新聞オンライン、2019年9月2日、辞典のオリジナルよりアーカイブ、2021年4月18日閲覧。 福井高速 SA 隣接の道の駅名称を募集南越前町。朝日新聞デジタル。オリジナルの2020年5月23日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20200523134828/https:www. a a s h i .com articles ASNO ノルマル 766SN4 ワピスック023 HTML 2020年10月27日閲覧道の駅南越前山帰りオープン日決定南越前町2021年5月21日閲覧南上スマートインターチェンジに関するカテゴリーありがとうございます